の仕事着みたいなのを着た人はいないか？その方でしたら先ほど戦艦軍の方に送られてきましたよ。客室の方で眠ってます。彼の目が覚めたら早く暁ワイナリーに帰るように伝言を頼めるか？承知しました。ところで一つお願いしたいことがあるのですが。何か困りごとでしょうか？公女の私が助けてあげるから行ってみるといいわ。隕石を調査しに来たと戦艦軍の皆さんから聞きまして、皆さんの話を聞いて、もしかしてモンドの方ではすでに治療法を見つけたのでしょうか？おう、隕石を破壊すれば眠った人たちを元に戻せるぞ。なるほど、昏睡の原因は隕石ということですね。その通りだ。ではお願いできないでしょうか？旅館付近の隕石を何とかしてくれませんか？ありがとうございます。覚えとけよ、執行官様がお近くにいる。次は負けないからな。ファデュイも隕石を調べてるのか？しかも執行官までいるみたいだぞ。怪しい、気をつけた方がいいな。悪夢の種がここまで厄介とは。夜のマヤで粛清はできてもキリがないわね。このままだと断罪の公女としての面目がないわ。確かに破壊に勤しんではいますが、隕石の雨が今も大陸のどこかに降っているとしたら、いくら壊してもキリがないな。私フィッシュルバン・ルフシュロス・ナフィードットは千の宇宙を旅してきたけど、これほど純粋な悪魔でもなく単純な秘術でもない。大地が人間を呪っているわ。呪っている？手に入れられない嘆きが諸行無常の運命と交錯することで呪いが生まれる。嘆かわしい。これが人類の宿命なのでしょうか？何度見ても心が痛みます。なんだなんだ、
の呪いでなければ人が目覚めないこともないでしょ。死ねないのに生きてるとも言えない亡者、恐ろしいわ。とにかく油断禁物よ。私たちの力だけではこの闇とは戦えないわ。旅人、運命の人を呼んできなさい。誰だ？プロにお願いしようという意味です。呪いを払うことに関して何かお心当たりは？制約はあなたに教えたはず。さあ答えを。そうですね、協力者が必要ということですか？一瞬で理解できるなんてキャサリンすごいな。呪術関連はいませんが、先生術師でしたらいますよ。先生術師のモナさんがモンドにいますが、ご存知ですか？今連絡しますのでしばしお待ちを。先生術師か、楽しみだな。キャサリン、慌てて連絡してくるなんて何があったんですか？モナさん、こちらは教会の冒険者たちです。先生術で解決してほしいことがあるようです。この100年に一人の天才先生術師モナに依頼するとは、見る目がありますね。で、依頼するのはあなたですか？どういう難題ですか？内容次第で手を貸すかどうか決めます。先生術は古くて神秘的な学問です。さまつなことでしたら遠慮させてもらいますから。実はな、隕石の雨がそんなことに。予想外でした。闇はどこにでもある。公女とその仲間だけが光と影の合流する場所にいるわ。モナ様の力が必要です。ん？あなたたちも一緒なんですか？私は断罪の公女、フィッシュルボン・ルフシュロス・ナフィードット。同行を許可するわ。断罪の公女？どこかのお姫様ですか？夕夜浄土、古のすでに滅びた国、それが私の故郷よ。なんて？幽夜浄土を知ってる凡人はそうそういないわ。凡人ではありません。凄腕の先生術師です。よくわかりませんが、占いをすればすぐにわかるはずです。モナ様、どうかお気になさらず。故郷の話をするとお嬢様は悲しみます。あなたほどの方でしたら、亡国の公女の気持ちを理解できますよね。いや、それは…そうですね。つまり、夢に囚われた者たちを助けるのがあなたたちの目的、そうですね。わかりました。このモナ、喜んで手伝います。ひとまず場所を変えましょう。地脈の流れがもう少し単純な場所がいいです。
なら広々としていて雲もありません。ここにしましょう。占いを始めます。視界に入らないよう後ろにいてください。よくわからないけど、すごそうだな。群生の使者よ。運命の目視録の探索は済んだかしら？おう、何か結果は出たか？不思議です。こういう結果は初めて見ました。占いの結果によると、この隕石たちは誰かの命の星座らしいです。命の星座？命の星座って、占星学の概念じゃないのか？ええ。しかし私は、長い間占星術を研究してきましたので、皆さんの知らないことを知っています。命の星座の星屑は概念ではなく、実際に存在する星のことです。しかし、なぜか隕石となって落ちてきました。原因はまだわかりません。時間が必要です。呪いよ、誰かが呪いをかけたんだわ。呪い？私は聖冠をかけ、暗闇の威爆から真相を覗いたわ。呪われた大地、人の怨念、苦しんで死んだ者だけがこれほどの憎しみを残す。この土地の住民よ、一体誰がそんな大罪を犯したの？亡霊を生んだ人こそが真の犯人よ！待ってください。よくわからないのですが、呪い？犯人？その、あまり深く考えなくてもいいからな。パイモンと旅人が何やら目くばせしてきてます。どういうことですか？わかりました。そう？わかったならよかったわ。群生の使者よ。共通の認識はチームワークの第一歩です。モナ様、よろしくお願いします。契約を交わし、その力を捧げなさい。私たちには闇をかき分ける責任があるわ。必ず成果を上げますから、楽しみにしててください。モナ、頼もしい！もちろんです。もっと褒めていいですよ。運命の軌跡は補足しました。これから隕石が墜落した位置を割り出します。命の星座の詳細も調べますから、手がかりを入手したら教えてください。この程度の占いは朝飯前ですから、気にしないでください。があります。この隕石が誰かの命の星座だって言ったのは覚えてますか？星々が突然落ちる、普通ではありえませんが、ただ事実として起こりました。この謎を解くには命の星座の主を調べる必要があります。隕石の影響を受けた者は雪山の夢を見ると言っていましたね。未知なる鉱山、雪に覆われた地、ドラゴンスパインのような知られた場所でもありません。皆さんが全く同じ夢を見たのか、また夢の中でどんな場所にいたのか、それが重要です。
夢に関する情報を集めてきてくれませんか？情報が多いほど真相はつかみやすいですから。なら人の多い場所に行って調べないと。あと患者たちの話も聞かないとな。私は干渉を受けない場所にいないといけませんから、調査はお願いしますね。まだ行ってない場所とかあるかな？リーウェには警察層という場所があります。人の多い場所ではありませんが、防除旅館のように患者を受け入れる場所にされている可能性があるかと思います。冒険者、ちょうどよかったよ。ここ数日、隕石がたくさん落ちてきて大変だったんだ。田んぼに落ちると収穫ができないし、家の前に落ちると出入りもできない。隕石をなんとかできないだろうか。本当に邪魔なんだ。仕方ない、やってやるか。目が覚めた患者はいませんか？それはわからない。直接確認しに行った方が早いと思うよ。凡人よ、あなたも苦しみの世界にいるのね。他の患者と症状が一緒だな。なあ、この患者は目を覚まさなかったか？いや、たまに寝言を言うだけだ。どんな寝言だ？寒い、歩けないとか。寒い地域、山、どこでしょう？この患者は目を覚まさなかったか？いや。じゃあ寝言を言ってなかったか？そういえば昨日は高いって言ったような気がする。高い？雪山の高さのことか？高くそびえ立つ魔の山から流れる闇の力。あっちにも聞いてみよう。シートって思う。
ああ、光禄はさっき目覚めたよ。お、探してくる。でもさっきまで眠っていたから、話を聞くなら優しく聞いてあげてくれ。不幸な人よ。お見舞いに来たわよ。はあ、腹が減ったな。大丈夫か？腹がすごく減ってるのか？ああ、郷土料理が食べたい。桂作荘の郷土料理、桂作の作物を使った料理だな。生き返った。なあ、眠ってた時夢を見なかったか？ああ、見たよ。大変だった。大変な夢？なぜわかる？高くて寒い雪山だった。あんな高い山は見たことがない。雪山で何をしてたんだ？わからない。夢の中の俺は山頂まで登ろうってことしか考えてなかった。山頂にいいものでもあるのか？さあな。自分でもらしくないと思ったんだ。理由はうまく言えないが、なんというか、誰かが俺を操って登らせてるような感覚だった変だろ。まさか闇の心かしら。自発ではなく無意識に生まれた願望。確かに精神支配に似てますね。そういえば、寒いとか歩けないとか言ってた人たちも雪山にいるってことか？不思議だ。早くモナに知らせないと。